ガクトのゲーム、ガメセンタル。兄さん、今回のゲーム、ツインビーです。お、ツインビー。音覚えてるよ。確かに。はい。タッタララータタタタータタタタ。本当ですか？じゃあちょっと聞いてみましょう、兄さん。あ、ツインブーって書いてるよ。ツインビーです。いいですね。お、じゃなかったです。あと横入れよ、せっかくツインビーだから、はい、やろうぜ一緒に。ゲストゲスト、さあ行きましょう、兄さん。もうこれはあの時間がないので30分一本勝負で、さあ2プレイヤーですから。あ、タリララン。ここはタリララなんですね。おお、これですか。懐かしいですね。このベルを何回かやると色が変わって強力になってくるんですよね。あ、ちょっと音が違うな。でも似てますね。手がなくなった、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 手がなくなったよ。兄さんがどっちですか？青ですか？わかんない。どっち？兄さん青ですかね。僕青。僕赤です。赤。ちょっと、ちょっと。この死んでるよ。久々にこの痛恨でできる。2コンディアムで2プレイヤーでできるゲームですね。これさ、はい、相当バウンスするでね。ちょ、はいはい、ちなみにさ、はい、ちょっと佐藤、お前打つなよベルをちょっとやってんだからさ。あら、ちょっと仲良くいかないと。大体怒られるので。佐藤、結構下手だろ。まあ、兄さんはシューティングの鬼なんだね。ねえ、ちょっと色のさ、はい、このベルの色は何これ。ベルの色、何かちょっとお答えしますね。ツインビー、お、ベルの音、ベルの色、さあ出てきましたね。ベルパワーアップ、黄色ボーナス500点ボーナス、白色はツイン砲です。青はですね、スピードアップ。緑が分身、赤色がバリアと。なるほど。ちょ、佐藤、はい、何やってんの。ちょっとタッタラーラーラー、赤色になるまでは40パーサーになっちゃいます。結構難易度が高いですね。40パーサー当てて、さあ、何応援しよう。あ、佐藤いなくなったの。さあ、青色、スピードアップ。包丁が飛んでくるという、なんとも斬新な、あれ。あれ、佐藤、お前、下手だね。何お前、邪魔ばっかりしてさ。もう一回しっかり行こうぜ。お願いします。佐藤、やったことありますか？何度か。何度かあると。はい。お、二人同時プレイ時のみスペシャルな攻撃が存在する。横に手をつないで合体し巨大な弾を撃つ。知ってます。あと縦に並んでお互いの機体をツンツン当てると4方向に拡散する。ちょっと撃てる。お、知ってます。2人同時プレイが片方がゲームオーバーとなった際、相手に残機が残っていればスタートボタンを押すことで相手の残機をもらってプレイが継続できると。いらない情報だね。いやいや、すごい親切情報じゃないですか。お兄さんがすごいバリア。佐藤もアイテムもらった方がいいんじゃないか。後ろに隠れてる。いや佐藤、お願いだから後ろ隠れてやめてくれ。ね、
そして死ぬっていう。死んでるじゃん。後ろからついてみて。行きましたか？あなた何やってるの？ちょっと素敵な、ね、素敵な攻撃を行きました。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック。今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。